炸先正。好，你講先。次の曲はみんなもよく知ってる曲だと思います。タイガーやっちゃんレイちゃん、私の彼はパイロット。大家感覺如何啊？はい、ありがとう。でももっともっと盛り上がってほしいな。そうですね。大家ユチャイメキュア。ありがとうございます。こっちの皆さんもありがとうございます。わあ、リピーパイロットでさ。あと後ろの方もいっぱいありますよ。咁樣哇，中港愛小姐咧，今次已經係第二次嚟香港噶啦。上年9月30號咧，佢嚟過一次香港開咗一次個人演唱會，今次係第二次嚟，仲要咧同咁多嘅呢個參加動漫節嘅朋友們見面。咁等我哋問下中港愛小姐，究竟對香港有啲咩感想啦？香港は本当に美しいですし、やっぱり活気がありますね。スケールが違うと思います。係啦，佢話咧香港咧真係實在太靚啦。即係果然咧，即係國際化大都市啊！真係呢個嘅感覺係完全唔同嘅。本当にすごいです。咁樣究竟佢咧今日咧今次咧同埋上次去去咗啲咩地方咧？我哋香港嘅，その前回と今回まあその何か行きたいところとか行ったところとか何か感想はありますか？昨日ビクトリアピークに夜景を見に行って、本当香港満喫しました。すごく宝石みたいで綺麗でした。係啦，咁冇錯啦，佢咧就咧，琴晚喺夜晚咧就去咗呢個嘅人稱80,000美金嘅夜景啊，即係呢個香港嘅維多利亞嘅我哋嘅太平山山頂，係啦，咁樣咧佢就覺得呢個嘅我呢個嘅維多利亞嘅葉港嘅夜景咧實在好靚啊，就好似寶石一樣咁樣啊，咁大家係咪應該多啲推銷下香港嘅名勝俾啊中多愛小姐識啊？
住落嚟究竟咩曲咧？十字街の曲はね、なんでしょう？なんかまあそのクランプさんのその作品ですよね。はい、クランプ先生が原作のテレビアニメーション「コバト」のエンディングテーマです。冇錯啦，接住落嚟呢一首歌咧，就係相信大家喺香港都耳熟能詳噶啦，就係呢個嘅有名嘅作畫漫畫作家，就係呢個嘅 Clamp 先生嘅呢個嘅原作嘅呢個嘅奇蹟少女嘅呢個嘅演美曲嚟嘅。咁請大家細心欣賞，次次睇到先點樣曬面啊！次は少ししっとりしたバラードをお届けしたいと思います。聴いてください。ジェリーフィッシュの告白。人は皆飛んでみたいのに、重力に騙されてるんだ。誰も本当は飛べる。Thank you.